浜松市浜北区小松にある明治屋醤油さんに来たよ。まずは工場見学だよ。お醤油を作る工程を説明してくれたよ。お醤油の材料は何か知ってる？大豆、小麦、塩、発酵するための菌、なんだって。大豆をずっと置いといたら醤油ができるのかと思ってた。あはは。で、混ぜて食塩水入れるんだって。雑菌が湧かないように水じゃなくて食塩水なんだって。こうなっていくの。匂い嗅いだりしてみたよ。では、醤油絞り体験するよ。これ使うよ。布に3回包んで、それを重ねてラップするよ。で、押すの。横からお醤油出るよ。詰めていく。蓋する。できた。生醤油、絞りたてのお醤油をその場でお豆腐と一緒に食べることができるよ。お醤油が美味しいって思ったことなかったけど、美味しくてびっくりしたよ。いろんな種類のお醤油も売っているよ。クッキーもらったよ。お醤油のクッキー珍しいわね。ポテチも買ってみたよ。ガツンとくる味。このお醤油ね、お餅と相性良いの。最高。お醤油、美味しいから、いっぱい使いたくなっちゃうよ。お醤油絞り体験、絶対おすすめだよ。ぜひ行ってみてね。